トライアンフ、トライアンフは、カナダ出身のスリーピース、ハードロックバンド、ラッシュラと並び、同国のハードロック界を初期から支えたグループの一つ。一度解散した後、15年ぶりに活動再開した。2008年、樹能賞殿堂入り。1975年、リック・エミットを中心に結成。ギタリストとドラマーがボーカルを担当する。 変則的トリオ編成であった。本国では多くの作品がプラチナムに輝き高い支持を得ていたが、1988年にコンポーサーであるリック・エメットが脱退。新メンバーを入れて継続はしたものの、1993年にアルバム1枚リリースした後解散した。1990年代末、ギルムーアとマイケル・レビンは自主レーベルを立ち上げ、給付のリッシューを始める。 創設メンバーのリック・エメットはこの行為に反発し、両者の関係が断絶した。2007年、本国でこれまでの業績を評価され、音楽の殿堂入りが決まる。このセレモニーに、ムーア、レビンのほか、エメットも出席し、雪解けムードになっていく。2008年、母国最大の音楽賞、樹能賞でも殿堂入りを果たし、そしてついに再結成にまで発展。同年、 20年ぶりにクラシックメンバーによるライブを開催した。2016年、エメットのサイドプロジェクトに、ムーア、レヴィンが客演し、29年ぶりにレコーディングで共作した。オリジナルアルバムライブアルバム映像。ありがとうございます。